眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、いやー、うん、今、はい、階段話したじゃないですか。はいはい。で、途中でね、私、一個、話そうと思った話あって。ああ、あるんですか、うん、あったんですよ。うんうん、だけど話さなくてよかったなと思って今。おいや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 、話してみてください。いや、違うんですよ、うん。階段じゃないんですよ。うん、階段じゃないんだけど、はあ、階段でも何でもない話を、ちょっと階段っぽく話してみようかなと思っちゃったんですよ。はあはあ、だけど、それ思いとどまって、うん、よかったなと思って、はあ、ダム湖の話聞けたから。ああ、そうですか。まあ、前回のね、これ話なんですけど、うん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 、そうそう。ねえ、まあ、どんな話ですか？じゃ結局ね、その話っていうのが、別に階段でも何でもないですよ。うん、で、なんかちょっと突然思いついちゃって、うん、あ、思いついた。思いついちゃった。はあ、そう、ちょっといい話風の話を思いついて。で、それを。あ、じゃあ作った話ですね。作った話です。山崎さんが。そうですね、基本的には。はあ。はい。はあ、それを怪談っぽく話そうかなと思ったんですけど、はあはあ、やめてよかったな。いや、なんか自分で作ったってんだったら逆に聞きたいですわ。うん、まあでも本当にね、うん、まあ私の父と線香花火に関して、まつわる夏の思い出っていう話を思いついたんですよ。作って。はい。まあまあ、そうなんですけど。はいはい。っていうのが、まあ昔、うん、まあ今から、まあ40年ぐらい前かな。私が、うんうんうん、まあ8歳、9歳ぐらい、ね。そうそう、うん。で、私がまだ貧乏でね、うん、で、父と二人暮らし、東京の郊外の方でしてたんで。お母さんはいないんですよ。いないのね。いない。実際はいるじゃないですか。まあ実際はね。まあ、作るにしても、いなくする必要があるんですね、この話の中でね。まあなんとなくね。はいはいはい。まあわかりましたわかりました、はい。なんとなく。はい。お前いいやん。お母さん、失礼だな、まあ、まあまあ。それで、その当時やっぱりクーラーとかもなくて。でしたね。家に。うん。で、いつも夏になると、うんうん、僕今ほど暑くないですから、うんうん、もう暑い日はね、窓を開けて、うん、で、扇風機かなんかでね、うんうん、なんとかしのげるような、時代だったんですよ。うん、そうでしたね。うん、それで、毎晩のようにそうしてたんですけど、うん、ある晩、風が全然なくて、はあはあ、で、その日に、どうしてもね、やっぱ風ないから暑いんですよ。うん、だお父ちゃん暑いよ、今日風ないから暑いよ、つって。うん、さあ、私の父が、ああ、そうだな、今日はいつもみたいに風がないからな、うん、まあ、こんな日は風吹いてないから、うんうん、線香花火でもやろうかって言ってね、ほうほう、で、軒先で線香花火を二人で、うんうん、やったっていうのが、うん、まあ、私の父と線香花火にまつわる夏の思い出です。これ作ったんですよ。そうなんですで。作って、はあ、で、これをね、でも作った結果、別に、うん。いや、いい話ですよ。いやいや、よく考えると別に全然いい話じゃないですよ。うん。別に普通の。なんか、あ、そうですか、はい。いやね、確かにね。はい。うん。だけども、作ったところで、はあ、これ、どうしようかなと思って。どっかで話したいなと思って、はあ。でもね、なんかね、すごくいい話。風ですよね。いい話風。うん、よく考えると別に全然いい話じゃないんですよ。普通の話です。そうそうそう。そうなんですよ。内容は全然考えてみたら。そうなんですよ。うん。なんででしょうね。なんか夏っていうのと花火っていうのと、うん、その情景も、なんか誰もが体験 してそうなね。そうですね。その、なんつうか、暑くて、今だってクーラーを押して、うん、で、次の仕事なんだけども、クーラーを押して、うん、っていうことがない。時代だからこそ、うん、花火っていうものに意味があるんだなっていう。そうです。僕、この話、その話ね、すごく、はい、聞いててね、はい、あ、なんかいいなと思った。なんかね、向田邦子さんっぽい、確かに。なんか雰囲気があって。あ、確かにそうかもしれない。そうなんですよ。うん、なんかね、良かったですよ。山崎さん。うん、よく考えついたなと思って。嬉しい。よく考えたら大した内容じゃないけど。そうですね。ちょっと先生に褒めていただけるとちょっと嬉しいですね。素晴らしい。うん、向田邦子さんご存知なんですね。脚本家、そうです、そうです。ねえ、あの方は今生きてたら91歳なんですよ。ねえ、あのなんか永遠のおばさんというか、いいセンスのおばさんっていう感じでね。あの人すごい面白い人ですよ。
1981年に、うんうん、台湾に取材行った時に飛行機で、うん、飛行機が空中爆発して亡くなっちゃった。え？向田邦子さん。あ、そうだったんだ。そうなんです、そうなんです。知らなかった。うん。1950年代から、まあ、60年代からずっとテレビ業界脚本家として活躍してる方なんですけどね。うん。もともと、向田邦子さん1929年生まれなんです。うん。で、それから、父親と一緒に、転勤族の父親と一緒に日本各地転々として、鹿児島だったり四国だったりとか、で、最終的には東京の杉並区に、うん、で、お父さんの社宅から、出版社に、こう、こう、就職して、ちょこちょこその雑誌の編集なんかにも携わったりとかしてるうちにね、ちょっとコンテストに受けて受かったっつって、それで、脚本をし始めたっていうことなんですけど、もうそれからすごいでしょ、テレビの脚本の仕事が。いやいや、すごいです。まあ、有名な話は、あうんっていうのがね、うん、有名な小説になってますけど、うん、本当にね、些細なストーリーの中に、もう本当に山崎さんの今の話じゃないけど、うん、内容はすごいシンプルなんですけど、なんか情景が浮かびそうな、また女性がね、誰でも体験してそうな心の揺れ動き、表に出さないけど、そうそうそうって言えるようなエピソードや、また、食べ物にものすごいこだわってて、水羊羹なんていうのも、水羊羹を食べるときにはこのしだれで、しかもこの光の差し具合、そしてこの曲を聴きながら食べるべきだっていう、そういう水羊羹の食べ方がこうちょっとしたショートストーリーに入ってるわけなんですけど、それを見てると水羊羹食べたくなったりとかね。そんなようなお話のこう上手な方。そうなのか。向田邦子さんの顔わかります？あ、顔わかんないわ。この若い時。え、こんな綺麗な方なんですか？こんな綺麗なんですよ。これがね、20代。知らなかった。これがね、50歳ぐらいなんだけど、綺麗な人でしょ、この向田邦子さん。うわー。で、しかも、このカメ写真、うんうんうん、これ、恋をしてる顔なんですよ。でも確かにそんな顔。わかるでしょ、うん、これね、撮った人は恋人、うん。あ、そうなんですか。そう。で、妻子がいるんです。その彼氏。で、妻子がいて、うん、ちょうど20代、出版時代の、20代から、うん、約10年ちょい。お付き合いしてたらしいんです。で、最後その旦那さん、旦那さんやその彼氏さんは、自殺してしまった。それなんでかって言ったら、自分はね、途中で、病気を患って、で、仕事ができなくなっちゃった。で、その当時、男の人が仕事ができなくなって、女の人に養ってもらうなんていうのは恥ずかしい話だ。自分のプライドも傷つく。で、その時、向田邦子さんはもう大活躍してるわけですよ。で、この向田邦子さんが、その、その彼氏にね、うん、最後、ちょっと、これで、なんか美味しいもんでも食べて、って言って、3万円渡した。当時の3万円って言ったら、今で言うと30万円ぐらいです、うん。それをポーンと渡せるっていうことに対して、プライドが傷ついて、うん、その翌日、自殺で亡くした。すごっ。っていう。仕事はカメラマンだったんですよ。へー。なんか写真すごい綺麗なんですよ。ほんとだ。素晴らしい。で、これ、ライカなんです。あ、そうなんですか。うん。だから、このね、写真見て分かりましたね。あ、これライカのレンズで撮った写真だなって。あ、分かるんですか。そう、向田邦子さんのこの写真、全部ライカのレンズで撮ってますね。まあ、僕が、ライカ好きだから、なんとなく、憶測で言ってますけどね。で、この、憶測なんだ。うん。この笑顔とかね、もう本当まさに彼氏に対する、こう顔ですよね。確かにそんな感じですね。うん。うん、そうなんです。だってモデルさんとか女優さんじゃなくて脚本家ですもんね。そうです、そうです。だったらこういうお顔するのはやっぱり好きな人が相手の時な気がしますね。そうです、そうです。うん。僕の顔好きです。そうなんだ。うん。ちょっとこれサムネイルに使わせていただこうかなと思いますけどね。まあ、この向田邦子さんのエピソードの中で僕が最も好きなエピソードが一つあってね、うんうん、まあ、それ小説の中に書いてあるんですけど、私はね、
欲しい今年1年あの手袋なしで過ごした冬がある、うん、でそれなんでその冬手袋が、なかったかっていうと、うんうん、欲しい手袋がなかったから。へー。当時やっぱりそのサラリーマンの月給って言ったら大したことなかったと、うんうん、それででも大したことなくて安い手袋だったら買えるんだけど、私は安い手袋だったらいらない手袋買うぐらいだったらなしの方がマシだっていう人なの。だから全部自分はもう気に入ったものしか買わないっていうね。だから給料3ヶ月分を使って、ジョージ・ジャンセンの水着、超高価な水着を買うために3ヶ月分の給料を使って買ったりとか、そういう美的、美意識っていうね、そういったものをものすごい大切にしてる人。だからあんだけ面白い、話が書けるんですよ。なるほどね。まあ、当時の、だから脚本家の中でも3人有名なのは山田太一、倉本聡さん、そして、向田邦子さん。と言われてたんですけど、やっぱりその細かい設定がもう素晴らしい、その3人とも。だから、よくありがちな、誰でも経験するような日常の中に落ちている、みんなが、あえて言わなかった大切な、自分だけが大切にしてる宝物のようなエピソードの一つ一つを文章化してるんですよね。そんな人がね、今、ねえ、ちょっとね、いたらもっとテレビもドラマも面白くなるんじゃないかななんて。いや、しかしでもそれ、今話聞いて思ったんですけど、今この私が話してた話って、そういうその人が持ってる大切な思い出でも何でもなくて、ただなんとか思いついただけじゃないですか。はいはいはい。そんな、しかもどうでもいい普通の話を、はいはい。よくぞここまで広げていただいて、本当に。本当に堀田先生には感謝します。あ、いやいやいや、もうね、向田邦子さん、たまたまね、そう、はい、最近ちょっとね、調べてたんですよ。あ、この人面白いなって、結構、なんかもうね、個性的でね、いろいろ、そのキャラクターもすごい面白いことでね、面白い人でね、まあ、家福は、あざなえる縄のごとしっていう、そういう、ラジオドラマ、1961年のラジオドラマに、ちょうど黒柳徹子さんがね、声で出てるんですよ。中村芽子さんと一緒に。で、その、なんか、その、家福はあざなえる縄のごとしって、これ、黒柳徹子さんが、それをこう、セリフで言うんですけど、それを、これってどういう意味なのって言ったら、いや、家福、これはいいことも悪いことも、ね、一つの縄の中に、二本の不幸の、藁と、幸せの藁っていうのが、編み込まれて縄ってできてるでしょ。で、だから、必ず人生っていうのは、幸せの後に不幸が来て、不幸の後に幸せが来て、そしてまた不幸があって、そしてさらにまた次、幸せが来るって、これ交互になるのが人生という縄なんですよっていうようなことわざなんですっていう話して、さあ、黒柳徹子さん、幸せと幸せってあんじゃダメなのってこう言うんです。徹子さんっぽいでしょ、トットちゃんっぽいでしょ、そうそう。いや、ないの。それはないのって、いう二人のエピソードを聞いてね。あ、これなんか面白いな。この人面白い人で、喋り方なんか。虫が嫌いなんですって。あ、そうなんだ。そう、もう虫が何よりも嫌いで、もう嫌いすぎて虫編の感じも嫌いなんですって。ただし、私一つだけ虫編でも好きなのがあるわ。何ですかってさ、虹。虹ですっていう。素敵でしょ、これ。素敵ですね。かっこいいなぁと思ってね。まあ、そんなようなエピソードでした。そうなんだ。なんか、エッセイ一冊読んだことありますか、ね、あ、ありますよ。ああ、そうですか。でも全然覚えてないな。ああ、そうですか、はい。そうそう、なんか、ね、記憶に残らないような、本当に普通の日常をよく書いてます。でもね、その死後、向田邦子さんの息子さん、和子さんっつったかな。息子さんね、妹さん、和子さんっつったかな。向田邦子さんが、最後、亡くなる時の話してたんです。それでね、飛行機事故で亡くなったじゃないですか。で、飛行機に乗っていく前に、私飛行機嫌いなのよね、つって。ほいで、今からこれ、ちょっと旅行行くんだけれども、この部屋を片付けていくと、もうなんか、これから戻ってこれないから片付けてるっていうような感覚になるから、だからあえて汚してから行こうって言って、
で行ったっていうエピソードを聞いて、でそれでもう亡くなっちゃって帰らぬ人になってるわけなんです。ほんで妹さんがね部屋を片付けてたら、その彼氏さんとの恋文がたくさん出てきて、文通ですよね。でこの文通を、その後小説にしてるんですよ。和子さん。そうです。まあね、そのお姉さんのその、秘めた恋、それを公に出すのはどうだろうっていう声もたくさんあったようだけど、だけどこれはね、もうあの向田邦子さんだから許してあげてほしいなって思うの、この向田邦子さんの恋文もまた美しい。そしてその彼氏の、そのなんていう向田邦子さんへの気持ちっていうのもまたこれもまた美しくてね、この二人のエピソードって、そうなんかあの向田邦子さんが書いた美しい文章、それの一つ一つにその裏にはその彼氏とのそのいろんな気持ちっていうのが乗っかってて、言葉っていうものをものすごくこうなんていうのあのいいものに変えていった原動力になるんじゃないかな、その二人がっていうのをよく思いましたけどね。そう、恋文っていうのをもしよかったら読んでみてください。いやいや、すみません。ということでね、今日はね、向田邦子さんのお話しさせていただきました。こんなにいい話聞けると思ってない。ああ、そうですか。ありがとうございます。しょうもないです。はい。もしよかったらチャンネル登録と高評価ボタン。はい。あとは、全国の熊の目撃情報などございましたらよろしくお願いいたします。では、おやすみなさい。おやすみなさい。